シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。ようからけは天魔の校長10の間やってくってやつぜ。さあというわけで今回は天魔の校長第10の間やっていくぜ。バトル4の進化コートンがマジで抜けれん。あそこまではいける。横でまず上がっていって鳥ちゃんを一回殴ってあのボックスからエナジーをもらって一回ずつポンポンって殴って破壊すると早速出てきてんの村クシャのあれが。で次は新アマテラス一回殴ってボックスから取ってそれをまあぶつけると弱点にぶつけて、ぶつけなかった場合はまあこんだけしか出ない。で今回まさかのオニキスが適正なんだろう、全く厳選してなかったわ。それに結構デビパンがマジいい仕事してくれんのよ。でデビパンはこんな感じで適当に弾いてもキラーがあるからなんかすごいダメージ入んの。しかも加速でオニキスを助けてくれる。でこれでまあね股間の部分の弱点を狙うと OK。 まあ一回もヒットしなくても地道にやればいけるようになってる。でここがマジで意味わからんかったんだけど、ずっと縦勘とかすると、まある程度ダメージ出せんのよ。でこれでギリやり過ごすことはできるんだけど、周りの侍を倒すとあの結界張ってくんのよ。でその結界と死んだデモサムネに挟まってでやってダメージを出すのが、まあ、本来のやり方っぽいのよ。で、まあ、モフンもらってるでしょう。だから仲間に当たらないようにやらなくちゃダメ。でこれはちょっと侍ちゃんをデビルズパンティインフィナルで倒していく。オッケー。それで右側に出したけども誰でもハマることができない。じゃあまあ縦勘で、まあ、ダメージ出して1ピーを右にやってなんとなくはまれるようにできた。じゃあ次ちょっと右側ではまっていきますわ。これでってやるって、まあ、ダメージ出していくと、ちょっとハート取っておくか。ハート殴りつつハート、いやもっと早くここまで来れると思ったんだけど、あの6の間にやられたわ。ピリカ、いやあいつハマってくるんかよマジ。いやピリカってよ、性能的にも時期的にも狙って引いた人少ないと思うのよ。それがね最強適正になるとは思わんかったわ。ダイインスレーブでもあるかと思った。まあ室外とかねうまくやれば使えるから、まあその方法でね今回自陣なしでクリアしたんだけど、いやーちょっとよー、なんか当時の近畿より結構キャラゲー感は今回ある気がする。持ってないと、ここだってオニキス持ってないと始まらんからな。でここは弱点が移動すんのよ、上の敵に。で右の敵、真ん中の敵、左の敵に弱点が移動するんだけど、全部倒しきってから股間を狙っていくと。シンシスので、 SS を使ってもう一気にもう弱点切って倒せんのよこいつら。で右側の2っていう数字が復活だから、倒した後のこの1、2ターンの猶予で思いっきり殴っていくというパターンが、まあ、おすすめだけども、状況によってはザコの上の弱点殴ってザコ倒して最終的にボスの下に帰ってきた弱点にはまってゴゴゴっていける場合もあるから、状況によって使い分けてもらったらいいと思うぜ。さあ次進化コートンよ。まだ突破できたことないから気合い入れていこう。でまず最初に下の雑魚にはまって倒すとエレメントポーションが出てくる。あれこれエレメントポーションって名前だったっけ。まあいいや。であれを金にするまで取らない。だから今のうちに雑魚処理をやっておく。これに剣雑魚に当たってピンクのテレポートに入って倒す。 OK。 で次は青の方を倒していく。でこれでまああれを金にする時間を稼ぐと。デビパンってこれゲージでアンチブロッ
ックだよな。オッケーオッケー。じゃあこれで青に入れるはず。おしオッケー。え？マジかよ。あ、そうか、デビパン光だもんな。これで強引にいけねえかな。そう、デビパンだけね光だから、エレメントポーションもここでは活躍できないのよ。まあその分しっかりサポートしてくれるからいいんだけど、さあこっからよ、マジこれが難しい。上にはまるんだけど、こう剣殴って上にはまれ、うん、いやマジで言っても無駄にできんのよ。なんで縦感なる。しかもなんかこれ逆のやつやってくんのよ。いやー、これがほんと厳しい。おっ、おっしゃー、オッケー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 、いいよ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 。こっからわからねえ。またボックス。とりあえずまあ降りていくけど、2体しかできねえってことこれ処理。まあ行ってみますか。あ、なんかいけたな。ちょっとようわからんけど、エナジーあんまり意味なかったんかな。それでよ、おそらくエナジーを2個取って内弱をバーって殴っていけということだろうから、左のボックス触るの考えたらちょっと角度薄くなるよな。内弱上の方にあるし、まあでも行ってみますか。は？こいつまで進化コートン気分引きずっとんなこいつは。おい、逆のやつまだあったんこれ、なんなの。あ、でもこれはいけるぞ、これはいける。あ、行ったのこれは。え、行ってないな。これは、行ってないわ。多分、まあ、2発分入ったって感じか。あの、弱点じゃないとこに。いやー、大丈夫か、これ。大丈夫か。また出てきたし、あいつ。とりあえずあいつ倒そうか。オッケー。あっ、次はいける。これは次はいけるよ。これマジ自信ある。これ下の位置をこうこうこうこれこれこういう感じで帰ってきて上行く。え、行ったこれ。え、さっきも言ってたこれ。ちょっとわからんわからん。ごめん、さっきも言ってた可能性があるわこれ。わからんな。よっしゃー、ボス戦やっていこう。うわ、すげえハマりたいけど、なんなんこの同時に4人倒してね感が強すぎる。だよな、これレザーバリとか片方ペアないし。マジか、これ、片方ボール、片方自分ってこと？でも案外友情とか殴りでいけるかもな。使おう！パック使おう。もう何でもいいよ。これパック使った方がいいわ。で、様子見よう。様子見ようというか、まあ、次回の参考にしようってこと。あ、やっぱりなんか、意外と入って、てるな、なんか別のダメージが。完璧にボールと自分でコーンってねハマれってわけではないっぽいな。案外、まあ、緩い部分がある。え、大丈夫大丈夫。もし、オッケー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 。こわー、マジ。いや、なにこれ、わからんわからん。何をしてほしいのこれは。まず上の雑魚倒せってことか。
いやー、ちょっとこの位置でボール当てるのむずいぞ。あいつらマジ。じゃあ一旦くるっと回っていけるかな、これ。ちょっと待ってよ、連続で位置が悪いんだけど、どうすりゃいいのこれ。とりあえずボールくるっと回す。おお、え、これ共有してる HP。 ちょっと SS 買ってゲージでランチブロックだね。 OKOK、本人、ボスも削るし、ボールも出すしっていう感じでやってみる。あー、やっぱりそういうこと、これ。で、これでもちょっと削れるから、両方で攻めてみますか。あ、よかったじゃん。雑魚処理しなくていいんだ、あれ。クルパワー！おっはははは！おっはったけど。疲労がやべって、マジで。マジで、まあ、これからちょっとこれ周回するわ。周回、朝まで周回しますわ。ちょっと、あー、やっぱ進化コートのとこだけだな、やばそうなのは。 EX がその出る可能性あるから、まあ周回するって言ってんだけど、出るかな。いや、そんな甘くねえか。いいから、そこに並べ、俺が焼き寄せやるからよ。夜勤が可愛い。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。夜勤って仕方ねえ。